よさのあきこ、よさのあきこ、政治、よさのあきこ、よさのあきこ、1878年、明治11年12月7日から1942年、昭和17年5月29日は、日本の歌人、作家、思想家。古籍名、よさの章、旧姓法。ペンネームのあきこの、あきらは、本名の章から取った。夫は、よさの鉄管。 よさのひろし、雑誌、明星に短歌を発表し、ロマン主義文学の中心的人物となった。大鳥仕王は、堺県泉国、第一大区海野町、現在の大阪府堺市堺区海野町東一町、海野町西一町で、老に世話菓子屋、駿河屋と名む、父、大鳥宗七、母、新根の三女として生まれた。家業は没落しかけており、 三人目の女の子であった。ため両親から疎まれて育つ。実の兄には後に、電気工学者となる、大鳥秀太郎がいた。九歳で、漢学塾に入り、こと、シャミも習った。堺市立堺女学校、現、大阪府立泉美高等学校に入学すると、源氏物語などを読み始め古典に及んだ。また兄の影響を受け、十二三の頃から、作造し、 あとには、目覚ましそう、文学界や紅葉、露伴、一葉などの小説を読むのが一番の楽しみ、明星1906年5月であった。20歳頃より見せ番をしつつ、和歌を投稿するようになる。何は青年文学界に参加の後、1900年、明治33年、浜寺公園の旅館で行われた歌会で、歌人、よさの鉄管と不倫の関係になり、 鉄管が創立した新社の機関誌、明星に短歌を発表。翌年家を出て、東京に移り、女性の感能をおおらかに歌う、諸女歌集、乱れ神、大鳥明子を観光し、ロマン派の歌人としてのスタイルを確立した。後に鉄管と結婚、子供を12人出産している。うち一人は、生後2日で亡くなる。1904年、明治37年9月。 君氏死に賜うことなかれを、明星に発表。1911年、明治44年には、史上初の女性文芸史、生徒総監号に、山の動く引き樽で始まる詩を寄稿した。1912年、明治45年、秋子は、鉄管の後を追って、フランスのパリに行くことになった。洋行費の苦面は、森外が手助けをし、また、 新約源氏物語の序文を書いた王外が、その構成を変わった。同年5月5日、読売新聞が、新しい女の連載を開始し、第1回に秋子のパリ行きを取り上げ、翌6日には、秋子の出発の様子を報じた、平塚雷鳥など総勢5 0余名が見送った。翌6月の中央討論では、秋子の特集が組まれた。5月19日、 シベリア鉄道経由でパリに到着したアキコは9月21日にフランスのマルセイユ港から過客船、ヒラノマルで帰国の都に着くまでの4ヶ月間、イギリス、ベルギー、ドイツ、オーストリア、オランダなどを訪れた。また帰国してから2年後、鉄管との協調、パリより、で要求すべき、正当な第一の権利は教育の自由である。と、 女性教育の必要性などを説いた。1921年、大正10年に、建築家の西村伊作と、画家の石井博亭そして夫の鉄管らと共に、お茶の水する画題に文化学院を創設する。男女平等教育を唱え、日本で最初の男女教学を成立させる。小田区さんだったが、鉄管の死の売れ行きは悪くなる一方で、彼が、 大学教授の職に着くまで夫の収入が全く、当てにならず古群奮闘した。来る仕事はすべて引き受けなければ家計が成り立たず、家収の原稿料を前払いしてもらっていたという。多忙なやりくりの間も、即興短歌の会を女たちと共に開いたりし、残した歌は五万首にも及ぶ。源氏物語の現代語訳、心神源氏、施策、評論活動とエネルギッシュな人生を送り、 女性解放思想家としても巨大な足跡を残した。1940年5月に脳出血で右半身不遂になり、1942年昭和17年1月4日、意識不明になる。同年5月29日、狂心症に尿毒症を併発し、おぎくぼの自宅で死去。戒名は白王院法省省、明大師。墓は玉霊園にある。 情熱的な作品が多いと評される歌集、乱れ髪、1901年や日露戦争の時に歌った、君死にたまうことなかれが有名である。源氏物語の現代語訳でも知られる。歌集、乱れ髪では、女性が自我や性愛を表現するなど考えられなかった時代に、女性の感動を大らかに歌い、ロマン派歌人としてのスタイルを確立した。 伝統的花断から反発を受けたが、世間の地獄を集めて熱狂的支持を受け、花断に多大な影響を及ぼすこととなった。初秋の短歌にちなみ、矢は、肌の秋子と呼ばれた。1904年、明治37年9月、半年前に召集され日露戦争の旅順後為戦に、予備陸軍不評将尉として従軍していた弟を、嘆いて、厳しにたまうことなかれを、 病状に発表した。なお、秋子の弟の大鳥光三郎は、日露戦争から帰還し、1944年、昭和19年まで生きているが、彼の所属した、不評第八連隊はこの詩が読まれた頃は、両陽海戦を戦っており、旅順後為戦には参戦していない可能性が高い。その三連目で、スメラミコとは戦いにおう自らは出まさね、天皇は、 戦争に自ら出かけられないと答秋子と信仰の深い家人であった、文芸批評家の大町慶月はこれに対して、家が大事、妻が大事なり、国は滅びてもよし、商人は戦うべき、義務なしというは、あまりに大胆すぐる言葉と批判した。秋子は、明星11月号に、開き文を発表、慶月様大層危険なる思想と仰せられそうらえど、 当節のように死ねえよ死ねえよと申しこうこと、また何事にも、中君愛国の文字や、賢い多き教育五直語などを引きて論ずることの流行は、この方かえって、危険と申すものにそうらわずやと非難し、歌は、誠の心を歌うものと軽月に反論した。日露戦争当時は、満州事変後の昭和の戦争の時期ほど、言論弾圧が厳しかったわけではなく、白鳥小後、 木下直江、中里海山、大塚直子らにも戦争を嘆く死を垣間見ることができる。大町慶月は、太陽史上で、論文、鹿の骨髄を掲載し、皇室中心主義の目をもって、秋子の死を剣すれば、乱心なり俗死なり、国家の刑罰を、過不引き罪人なりと絶叫せざるを得ざる者なりと、激苦非難したが、夫、与佐野鉄官と、平出治の時期断犯により、 慶月は、しかも状況によっては、国家社会に服すべしとする立場は変えなかったものの、秋子に対する、乱心属死云々の語は取り下げ、論争は収束する。この後、1925年、大正14年6月11日、慶月は五は57歳で病没するが、横浜貿易新報に秋子は、追憶を寄せた。この騒動のためア子は、癒せの過人という印象が強いが、 1910年、明治43年に発生した第六潜水艇の沈没事故の際には、海底の水の明かりにしたためし長き別れのマスラ、男の文刀役編の歌を詠み、第一次世界大戦の檻は、戦争という詩の中で、今は戦う時である戦嫌いの私さえ今日この頃は、気が高ぶると、極めて、ストム戦的な戦争賛美の歌を作っている。 満州事変勃発以降は、戦時体制、翼産体制が強化されたことを勘案しても、満州国成立を容認、擁護し、1942年、昭和17年に発表した、白桜州で、以前の歌、君死にたまうことなかれとは、正反対に、戦争を美化し、鼓舞する歌を作った。例えば、強き金剣を恐れず、地に恥ぬ戦をすなるマスラや、 海軍大員として出生する四男に対して呼んだ、君氏に賜うことなかれとは、正反対の意味となる、水軍の大員となりて、我が城を未軍に行くた、決戦へなど。このようなことから、反戦家としては一貫性がなかった。日露戦争当時に、高徳周水の反戦論は大嫌いだと、公言しているが、大逆事件では周水ら死刑になった十二人に、うぶやなる。 我が枕辺に白く立つ、大逆衆の十二の筆技という歌を1911年、明治44年3月7日に、東京日日新聞に発表している。警視者の一人、大石聖之助は、病状の同人で関わりも深く、また女性でただ一人死刑となった、菅の菅は、未決在官中に弁護士、平で治に秋子の衆の差し入れを頼んでいるが、秋子は、 直接差し入れなかったことの開墾を小林隆眠りへの手紙に残している。1911年、明治44年に政党発刊に参加、そぞろごとで賛辞を送って、関東を飾り、新しい女の一人として名を寄せた。同年、文部省と内務省が文芸作品の検証と称し、諮問機関、文芸委員会を作ったことに対し、秋子は、 英太郎東介という大臣は文学を知らず哀れ、なるかなと皮肉に満ちて批判的な歌作っている。文芸委員会に対しては、夏目漱石も最も不愉快な方法で、行政上に都合のいい作品のみを奨励するのが見えすいていると言っている。1915年、大正4年に読売新聞に、だけ物の,の軍という国会や議員に対する不信を歌う、聴取を発表した。 また、秋子は、婦人三政権を唱え、不戦の歌を作っている。この歌は、山田工作作曲で、第1回全日本不戦大会において披露された。2014年、平成25年に発見された未発表の歌では、日中戦争の拡大を憂いて、秋風や、戦所、恥、マリコーなるただの船さえ見て悲しけれと読んでいる。ただの船とは、 民間の商船のこと。1937年、昭和12年8月13日、横浜港でセンスにしたためたという。秋子が34歳の時、新薬源氏物語を4冊本として出したが、よりどころとした北村紀元の古月賞には、誤りが多く、外遊の資金調達のために急ぎ、また、皇帝に当たった森尾外は、 源氏物語の専門家でないなど欠陥が多いものだった。そのため、一からやり直し、源氏五十四条のうち最後の、宇治十条を残すまで書き上げたが、関東大震災のために、文化学院にあった原稿が灰になってしまう。またも一からやり直し、さらに十七年かけて六巻本、新進訳源氏物語を完成させる。九百三十八年、 昭和13年10月より刊行し、翌年9月に完結した。アキコは日露戦争後から新聞や雑誌に形成の文を書くようになり、評論活動を始める。評論は女性の自立論と政治評論に分類できる。教育問題なども評論している。女性の自立論は女性が自分で自己鍛錬、自己収容し、人格投与することを説いた。 英米思想的な個人主義である。数学が大変得意であり、女性も自然科学を学ぶべきと主張した。反両才権法主義を危険思想だと見ていた文部省の取締り強化に対し、妊娠、出産を国庫に補助させようとする平塚来朝の唱える母性中心主義は形を変えた新たな両才権法に過ぎないと論評し、平塚来朝、山田和からを相手に、 母性保護論争を挑んで、夫人は男子にも国家にも寄りかかるべきではないと主張した。ここで論壇に登場した女性解放思想家、山川菊栄は、保護、平塚家、経済的自立、良さの家の対立に、婦人運動の歴史的文脈を明らかにし、差別のない社会でしか、婦人の解放はあり得ないと写真儀の立場で整理した。 文部省の意向とは全く違う次元で論争は終始した。政治評論については反共産主義、反ソ連の立場から論人を張った。その論文の数は20本を超える。君しに賜うことなかれを前面に出してはいたが前述のように一貫性がなく、当時、ローナウ主義として紹介されていたマルクス・レーニン主義も批判していた。シベリア出兵を 日本の領土的野心を採議され日露戦争の外災による国民生活の疲弊を再び起こすと反対している。また、米騒動に関して太陽市場に食料騒動についてという文を書き、その中で当時の寺内内閣の退陣を要求している。秋子は中央公論1919 19年大正8年5月号に教育の国民化を望む。 単行本、激動の中を育にしたとき、教育の民主主義化を要求すと、解題という文を書いている。各府県市町村に民選の教育委員を設けることを提案している。今の教育は、文部省の先制的裁断に屈従した教育であるから、それを各自治体におけるそれらの教育委員の自由裁量に一任し、それによって、教育が国民自身のものとなると主張している。 他にも、ヨーロッパの老婦人が若い婦人と様々の社会奉仕に努力する姿を見て、日本にも成人教育や社会教育の場を作るよう日下げしている。文化学院の創立に加わり、後文化学院女学部長に就任した。夫、与佐野鉄ッ長男、光、明治35年11月、次男、与佐野州、明治37年7月、ヨサノ州は、 外交官として、イタリア・エジプト大使などを歴任し、1964年、東京オリンピック事務長を務めた。長女、八方、明治40年3月、次女、七世、明治40年3月、八方と双子、三男、林、明治42年3月、三女、佐穂子、明治43年2月、四女、うとも子、明治44年2月、 四つを、アウギュスト、対象2年4月。後に、行くと解明。五女、エレンヌ、対象4年3月。五女、ケン、対象5年3月。六男、スン、対象6年10月。生後2日で死亡。六女、藤子、対象8年3月。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。